はい、こんにちは、松岡です。今日もね、某中古店に行ったらね、またフラレルが売ってたんで紹介していきたいと思います。まずはこちら E7 新幹線の輝きですね。色落ちタイヤゴム欠品って書いておりますが、750円でした。開封しましょう。はい、こちらでございます。めちゃくちゃボロボロですが、新メカ対応ということで、こちら動くかどうか確かめていきたいと思います。はい、動力車なんですけども、結構ホコリまみれでございます。後で綺麗にしましょう。そしていつも使っているエネループを入れます。はい、はい、特にね問題なく動きましたんで、後で綺麗にして、これはね展示会の貸し出し用にしようかなと思っております。そして中間車でございます。残念ながらボロボロですね。ねメイドインタイランドって書いております。はい、ボロボロなんで後で綺麗に洗いましょう。そしてこちら後備車でございます。これはね別にあのテクノロジーでも何でもありません。普通の後備車でございます。はい、続いてこちら E6 系新幹線小町、スーパー小町ですね。開封しましょう。こちらはね3両編成950円で売っておりました。まずは先頭車から見ていきましょう。はい、こちら新メカではなく、その1個前のやつでございます。下から開けるタイプの電池式でございます。はい、いつも使ってるエネループを入れてみたんですが、普通に動きますね。あれですね、中結構ホコリまみれなんで、後で綺麗にブラシでホコリを除去していきたいと思います。はい、そして中間車でございます。こちらもね結構傷は多いという感じでしょうか。はい、汚れもありますね。後で綺麗に洗っておきましょう。そして後備車でございます。これ後備車さ、あれだね、テコロジーなんだ。テコロジーになっておりました。気づかなかった。連結しようかと思ってた。あ、全然、あ、これ連結できません。まあいいや。はい、こちらのプラレールですが、こちらはねあれですね、こちらも展示会プラフェスの貸し出し用のプラレールにしようと思います。そして最後でございます。こちら、これ知ってる人いるのかな。これポケモントレインのセットに入っていた、これ なんてこれなんていうやつなの。駅なんか、まあ、とりあえず名前がわからないんですが、まあ、ポケモントレインのストップレールでございます。結構がっつり造形部品なんですが、仕組み的にはストップ状態にして電車が来る と、ここの台が、上下に動くっていう感じでございます。ということで、ちょっと何を言ってるかわからないと思うんで、開封していきたいと思います。ちょっと汚れてるって感じですかね。なんかほこりまみれというか、まあだいぶ遊んだんだろうなっていう感じでございます。まあそれにしてもね、だいぶっていうか、そのあんまり破損とかはないし、ネジが1個外れてるとか2個外れてるとかそういうのもないんで、まあ状態はいい方かなと思います。まあ後でちょっと綺麗にしていきたいと思います。今ストップ状態にしてますんで、でこれで見えるかな。はい、問題なくこの上下しますね。はい、どっかにポケモンがいたら、ちょっとポケモン探してきます。ということで、ポケモンをゲットしてきました。ピカチュウ、リザードンとラティオス、ちょっとわかんないけど、ちょうどいい感じですね。はい、こんな感じで、よいしょ、はい、はい、よいしょ、こんな感じでございます。ということで、ほう、まあ、こういう感じで、まあ、ポケモンが上下に動くよっていう、まあ、それだけなんですけども、まあ、これがね100円で売ってるということでね、なかなか割と面白い、場所は取るんだけどね、面白いギミックなんて1個ぐらいあればいいなと思ったらありました。しかも、ね、100円だった、ラッキーということで、これもね展示会で使っていこうかなと思います。ということでね、今回は、まあ、基本的に展示会プラスの貸し出し用の車両やレールを買ってきたっていう感じでございます。まあ、あと他に伏線の直線レールとか、色付きの直線レール、なんか白とかグレーとかの直線レールが4本で、まあ、売ってたんで、それも全部買ってきてしまいました。まあその辺はね今ちょうど洗ってるんで、今後ねどんどん使っていこうかなと思います。ということで今回はこれで以上でございます。ちょっと今回動画短いですがね、これで終わります。ご視聴ありがとうございます。また他の動画でお会いしましょう。I'm not afraid to die.